日本徳島県徳島市福島福島橋福島は徳島県徳島市の町名。現行行政地名は福島1丁目及び福島2丁目。2020年6月現在の徳島市の調査による人口は2073人、世帯数は1094世帯。郵便番号は郵便番号770-0868。徳島市中心街の東に位置し、 伊東地区に属する。吉野川デルタ南部の一角をなし、南を新町川、西を福島川、北を住吉島川、東を沖ノ巣川で囲まれた中洲の北西部を占める。西半が一丁目、東半が二丁目である。西は福島川に面し、二本の橋で中心街のある内町地区と繋がる。北は住吉島川に面し、二つの橋で住吉と繋がる。 南は福島新橋から伸びる市道で新南福島と接している。伊東地区の中心地で、地区内では新南福島、大和町と並ぶ商工業地である。木工業の中心地として、かつて町屋だった福島川沿いに、京大などの家具工場、木工所が集中する。かつての武家町の本町を徳島県道38号沖のす徳島本町線が東西に貫き、 道沿いには商業地が形成されている。江戸時代には、西園の福島川沿いに、幅一街区で南北に伸びる細長いエリアが、町屋の福島町だった。その東には東西に伸びる武家町が広がっていた。後の町名では、本町南にあった水軍の総水、森神五兵をはじめとして、八須賀一学、長谷川頼母などの高禄藩士の屋敷が連なった。 福島中町三丁目に中級半市端後ほど基地屋敷跡,跡では1982年に住宅改築のため取り壊されるまで長屋門が保存活用されていた。福島側には1636年までに福島橋がかかり、これは1930年に福島新橋がかかるまで福島と徳島を結ぶ唯一の橋だった。住吉との間には 住吉島橋がかかり、住吉から徳島へ行くには、福島を経由する必要があった。北福島町には1857年に、福島記者馬場が開かれ、西洋式の軍事訓練がなされた。1870年までに、連兵所に改名した。その後、徳島大空襲でも焼き残った、私立救護所があったが、1972年、その後地に、 市営構想団地が建設された。1887年、八塚二郎が福島本町に八塚牧場を開いて、乳牛を買い、牛乳を販売した。1908年4月、皇太子吉人新農業系の際に、五両牛肉を納入した。牧場は後に人手に渡り、その後は森永乳業徳島営業所となり、2018年、株式会社。 青の不動産となっている。剣発の個人阿波国寺経院は、北条義雄が有志と図って創設した。最初は、徳島町、上田馬場で会員、後に会所町に移り、1906年、福島本町に移転した。現在は、社会福祉法人阿波国寺経院で、阿波国寺経院子ども園を併設している。福島側には、下工の福島港があり、 徳島の海の玄関口だった。中心街に近い中須港が建設されると、旅客航路はそちらに移ったが、その後も貨物港として賑わった。しかし1930年に福島新橋がかかると、羽橋だったものの港湾の利用には大きく制約がかかり、福島港はさびれた。福島新橋が完成した頃以降は、福島城1から3、3丁目。 北福島町1から3丁目、福島本町1から3丁目、福島中町1から3丁目、福島新橋1から3丁目の北半、畑町1から6丁目の各一部だったが、1966年に現在の町名となった。住吉島川下流、上流、福島川上流、下流の順に半時計回り、教育、文化施設公園、スポーツ施設市営住宅、 文譲マンション公共、金融機関医療施設、レストランカフェ施設、菓子酒造神社仏閣。ありがとうございます。